はようございます、ヤスさんです。私はですね、今神戸空港にいています。今日はですね、今から東京の方で予定がありますので、ここから飛行機に乗って羽田に向かいたいと思います。久々の神戸空港ですね。今回はですね、ちょうど1週間前10月21日の金曜日に東京へ行った際の動画になります。今回ですね、こちらの神戸空港から羽田空港へ今からですね離陸する際の映像になります。はい、平日ですがこんなに賑わっていました。こちらね、朝一の便で行きましたので、もう非常に眠たくて今コーヒー飲んでます。今からですね、ちょうど離陸する時の映像になります。さあ、いよいよ離陸ですね。皆さん、飛行機がね、離陸する時の速度ってね、ご存知ですかね。実はですね、飛行機は300キロくらいでね、離陸するそうでございます。このね、離陸する時のね、この飛び立つ瞬間がね、一番気持ち悪いんですけど、まあ、これさえね乗り切ればね、もうあとは綺麗なね景色が待ってますので、はい、今ね神戸市内のね映像をこうやって見てます。今おそらく神戸市内長田区須磨区あたりのね映像をね見ておられると思いますね。はい、走行しているうちに羽田空港に到着しました。神戸空港からですね、約1時間のフライトでね羽田空港に到着します。で、この後はですね、今回研修の目的で東京に来てますので、今からですね飯田橋駅へ向かっている最中でございます。まあ、普段ね東京に来ることがないので、まあ、電車がね非常に分かりづらかったです。今ですね飯田橋駅降りました。はい、ということで今日の目的地セントラルプラザっていうところでね、まあ、研修があるので、まあ、今からそっちへ向かいます。なんとすぐ隣でした。もう全然分からへんから、多分ここや。よし、ちょっと行きましょう。本日の目的地であるテクネード教会に到着しました。本日はね夕方までこちらで研修を受けてまいりたいと思います。無事に研修が終わりまして、今からですね、私が所属する YouTube 事務所の株式会社ビットスターの方にね、向かおうと思います。こちら渋谷区の方にね、あるということで、渋谷の駅前に降り立ったんですが、ちょっとね、かなりね、久々に来たもんでね、あまりの変わりようにね、ちょっとわけのわからない状態で、うろうろと迷ってしまいました。まあ、なんとかね、無事に到着したところでございます。あ、めちゃめちゃすごいですね、なんか。今日使ってますか？使ってるんですけど。あ、なるほど。僕はスタジオに。なるほど。へえ。あ、そうなんですね。あ、そうなんですか。わあ、すげえな。ここは見れそうです。ああ。企業さんの。いいですか、映して。映してもいいですか。はあ、すげえ。企業さんのチャンネルとかも、こう使ったりしております。はあ、なるほど。今からですね、来社した記念で、記念撮影をしようということで、まあ、どこでね、写真撮るか今ね、迷ってる最中ですね。で、ちょうどあの目の前の自転車があったので、まあ、そこで写真を撮ろうと。いうことになりました。あ、はい、はい、とてもね撮ってます。かわいい写真が撮れました。まあ、自分で言うのもなんですけど、こちらねビートスターさんのツイッターの方にもね、はい、載っておりますので、まあ、機会がありましたらぜひご覧ください。はい、ということで、ね、この撮った地域をね貼っていただけるということで、はい、事務所の心の場所にね貼っていただけるそうでございます。はい、撮った時期がこちらになります。田中さんと高橋さんありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。
ということで本日全ての予定を無事に終えることができました。再び羽田空港に戻りまして、今からですねまた神戸空港へ帰る際の映像になります。もうすっかりね夜が更けてしまいました。まあ、夜のね空港もねなかなか素敵ですね。東京のね夜景を見たいと思います。Follow my